なんかちょっと音が小さいような気もしますが、音が小さかったら教えてください。すいません、たびたび何回もごめんね、出たり入ったりで。ちょっとね、まだ機材に慣れてない部分があるんですよ。これどうだろう、ちょっとみんなに教えてもらいたいんだけど、これ BGM の音って聞こえてたら手挙げてください。 BGM の音聞こえてたら手挙げて。あ、おいす、ギュアスいらっしゃい。 BGM の音聞こえてる人手挙げてください。なんか通知、ごめんごめん、ほんとごめん、何回もやばく開いちゃったんだ今。聞こえる BGM の音、じゃあ大丈夫だね。 BGM の音 OK だね。声も問題ない？声も普段通り聞こえる？大丈夫？マイクの位置が悪いのかな？マイクの位置ぽいなぁとも思うけど、マイクの位置も若干悪かったね。これでだいぶ音が聞こえるはずではないでしょうか。どうでしょう。はい。ということでですね、いろいろ企画考えたんですけれども、まあまあまあ、家でまったり雑談やろうかっていう感じでございます。なんかいつもと違う？ BGM は聞こえてるんでしょ？あ、なんかいつもと違う？浜根君。どうみんな。声が小さいとかある？大丈夫？音が割れてる？なんだろうな、音が割れてるか。一応ね、このメーターを見る限りだと音は割れてないはずなんだけど、どう？ブツブツ言ってる？音は小さいはずなんだよ、いつもより。割れた。音が割れた。どう？これで。今変。なんだろうな。音割れてる？今平気。これピンマイクガサガサガサっていう音じゃない？あ。どうだろう？これくらいでどう？みんな。今治った。多分ね、俺のせいじゃないですね。多分、治った？あ、オッケーオッケー。多分ね、俺のせいじゃなくて、それは多分向こうの方だと思うんだよな。俺のせいではないと、俺は思いたい。あ。多分これくらいで、ちょうどよく聞こえてるはずだよね。はい、ということで、コラボとつまちをやろうかなーなんて、思ってますね。なんか、今日の配信とかでも、機材に関する質問とかが結構あったんですよ。ワドみたいになんかいい機材使って配信やりたいんだけどっていう配信者さんから質問が来たりしたので、まあ、リスナーさんでも構わないので、配信に関することであれば、質問を待ってますので、もし質問がある方がいらっしゃいましたら、とつかけてきてください。コラボ。よろしく。よろしく。でね、BGM ちょっといろいろ選んでみようかなと思ってんだよね。普段 BGM こればっかりだから、ちょっと他のやつも聞いてみようかなと思ってるんで、ちょっと一緒に聞いてみて、ワードっぽい、なんか、こう、あ、これいいじゃんっていうのあったら、ちょっと言って。夢いっぱいをもう一度っていう曲流します。これは違うな。これちょっと違う。これ俺っぽくないよね。なんか CM っぽくない？ YouTube の CM っぽい感じがする。告白って映画序盤に流れてるやついいよ。あ、ダメダメ。フリー音楽。フリー音楽だけです。YouTube に動画上げてるんで、それで収入得てるんで、フリー音楽だけなんですよ。だからフリーの音楽。次の曲、パステルハウス。あ、これも CM っぽいね。これもなんか、Google の CM っぽいね、うん。これも違うか。それでは、これからご覧いただく動画は、皆さんの人生を画期的に変える斬新なシステムをご紹介します。それではまずこちらをご覧ください。今まで御社が使っていたサイトは、このような形。でも違うんです。ワドの放送は、こうなんです。さあ、今すぐ始めよう。和道の異常なゼミナールみたいなね、ちょっと違うね。これは CM っぽいね。なんか爽やかな CM っぽいね。はい、諸星さんいらっしゃい。楽しんでってください。面白かったら、フォローしてね。
桜子いらっしゃい。今ね、とつまつの待ってる間、BGM 新しいのを探してます。次の曲、クラップっていう曲を聴いてみましょう。クラップです。ほうほう。音聞こえてる？寝言のアシンメトリー。いや、だからフリー音楽じゃないとダメだって言ってる。話聞いてないでしょ。ほうほうほう。ベース系だね。ベースの音があんま良くないな。ちょっとこれも違うかな。寝言実は弟同級生なんだよ。あれ、成田のバンドなんだよ。寝言のボーカルって。寝言の、俺の弟が5個下なんだけど、弟同級生の。寝言成田ですよ。初見です。よろしくお願いします。ふわりんさん、面白かったらフォローしてください。コメントありがとうございます。ふわりんさんいらっしゃい。次の曲いきます。いつかの夢。いつかの夢という曲いってみましょう。そう、新しい BGM をね、ちょっと選ぼうかなと思って。なんか青春っぽいね。青春っぽい曲だね。なんかドラマとかリズム感あるやつがいいよね。次の曲いきます。いっぱいあるからね。フリーのミュージックでもいいのいっぱいあるから。後ろ誰もいないですよ今日は。はい、ガーデンっていう曲いきます。お、これいいじゃん。トトロっぽいね。なんかトトロっぽいね。いいね、トトロっぽくて。ちょっと今日誰もいないよ。まあ悪くないかな。ただまあ俺っぽくはないかな。俺っぽくはない。モーニングいきます。モーニングっていう曲。あんまりだったね、ちょっとね。まあ曲自体悪いわけじゃなくて、雰囲気が合ってるか合ってないかだね。まあ悪くない。おお、キムタコさんいらっしゃい。お、これいいじゃん。これなんかいいね。なんかこれサンバの時とかいいよね。アイテムくださいみたいな。みんな、アイテムください。お金が足りない。アイテムください。Yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo. これいいじゃん。これ結構好きだわ。悪くないな。これ結構良かった。飽きそう。まあ、ループで聞くのだったら、やっぱジャズとかの方がいいのかな。15 years ago. 15 years ago. ちょっと爽やかかな。ちょっとやっぱ音楽って難しいな。配信の雰囲気がガラッと変わるね。配信の雰囲気がガラッと変わる、これで。新しいフォロワーさん紹介します。ふわりんさん、フォローありがとうございます。はい、まーさん、こんばんは。うさぎさん、うさぎ先輩いらっしゃい。やっぱいつもの、なんだかんだいつものいいでしょ。なんだかんだいつものやついいと思うんだよね。よいしょ。次、ストリーム。マライオンさんいらっしゃい。どうなんだろう、これは。違うな。これ好き？朝お目覚めの方も、これからお休みの方も、こんにちは。和道の異常のゼミナールへようこそ。それではまず、お天気のコーナーからご紹介します。お天気ののんたーん。ということで、今日の天気は晴れですね。それでは次のコーナーに行きたいと思います。みたいな、なんか朝のニュース番組っぽい。なんか朝の情報番組っぽいっていうか。 爽やかだね、これ。じゃあ、この「So Sweet」っていう曲です。 So Sweet。 あ、これ使えそうだな。これ悪くないな。いや、これ好きだよ、俺。これ結構悪くないのよ、今のところ。あ、好きだね。
悪くないな。あ、喋りやすいかもしれない結構。悪くなくない？ちょっと女の子っぽいかなとは思うけど。引き寄せの続きはやらないの？全然、やってもいいよ。全然やってもいいよ。音楽によってやっぱ違うな。クレイジークッキングっていう曲です。それで聴いてください。クレイジークッキング。悪くないな。悪くないな。悪くない。次、星の破線。後ろ今日誰もいないっすよ。いらっしゃい。しっとり系だね。あ、嫌いじゃないな。いや、いいじゃないかな。いや、昔すげえ好きな女の子がいて、そうだな、何年前だろう、もう10年以上前になるんだけど、まあなんていうのかな、まあ若気の至りっていうか、まあなんていうんだろう、そう、まあ恋愛ってさ、すれ違うことってあると思うんだよね。みたいな、ちょっと語りに向いてそうじゃん。これ語り。語り系じゃないこれ。これ使えなくもないと思う。次、学び屋の風景です。学び屋の風景ですね。ちょっと暗いね。学校っぽいね。のぞみさんいらっしゃい。学び屋の風景。今日誰もいないですよ。はい。まあね、俺の配信によく幽霊が映るからね。はい、新しいフォロワーさん、ふわりんさん。あ、もう紹介したね、ふわりんさん。なんか動いた。いやいや、誰もいない。これ悪くないね。これ全然普通にできしやすいかな。ただ、ほーって音がちょっと耳障り。この音なかったらいいんだけど。難しいね。アップテンポすぎるな、これは。あ、悪くないと思う。結構まったり系いいな、やっぱり。悪くないね。でもなんか、ジャンルが同じようなのばっかりだね。なんかポップなのが多いね。ポップだね。Take me away。喋りづれえな。喋りやすい音ってあるからね。和道さんの右後ろめっちゃ動いたもん。まあ結構この放送お化け出るからね。これどんなシーンでこの音使うんだろう。曲に集中できない。まあまあまあよくあることだから。ちゃんとした影。まあそんなの何回も映ってるからね。まあまあよかったね。あ、これ好きだわ。え、これ和道っぽくない？なんか、え、これすごい喋りやすいんだけど、よくない？俺これ結構好きかも。え、これどう？普通にさ、おしゃれじゃない？ちょっとこれ好きなんだけど、俺。なんか、良くない？なんか、まったり枠とかにこれ流れてたら、すごい聞き取りやすいなと思うけど。え、これありじゃない？これ良くない？なんか、すごいオシャレじゃない？
どう？みんな的には。まあ、聞くのはみんなだからね。聞くのはみんなだから。ありだよね。ちょ、これ採用します。これ、ちょっとブックマークしよう。これありだわ。これ全然ありでしょ。これありだな。これありでしょ。これブックマークするわ。これ全然ありだよ。BGM 入れます。ねえ、爽やかでいいよね。なんか、ちょっと曲変えてよ、ワードっていう時あるじゃん。なんかもう聞き飽きたわ、みたいな。普段聞いてんのこれだから。でしょ？もうこれ聞くとワードってイメージでしょ？これ聞くと。だから、ワードちょっと BGM 変えてよって言われたら、ちょっとこれ流すと。あれ？俺の声聞こえた？今。え、なんで俺の声聞こえんの？ちょ、待って、怖い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 。今俺の声ダブらなかった？いや、聞こえないよ俺の声。なんで？え？何これ？俺、パソコンについ、あ、のんたんいるの？え、嘘？のんたんそこにいるの？マジで？あ、いたわ、のんたん。のんたんいるわ。寝てるわ、のんたん。うん、ちょっと配信見るときはあのイヤホンしてください。あの音ハウるんで、基本ですよ基本。のたハウるんで。ワド頭皮危なくないか。俺が頭皮危ないのなんかもうとっくの昔からだよ、うん、あ、そう、のんたいたんだ、寝てたんだ、うん、これありでしょこの音楽。はい、新しいフォロワーさん紹介します。ワドーの新しいフォロワーさん。ワイリーさん、フォローありがとう。まあ、リア充だよね。ワイリーフォローありがとう。あ、これいいな。これほんと気に入ったわ。全然ありだわ、これ。いいね。やっとワドーの放送に集中できる。のんたん、冷蔵庫の中にさ、グアバジュース残ってないかな、もう。ない？のんたん飲む？グアバ。あるでしょ？そこ袋の中にない？ないか。もうないか。残念だわ。ありがとう。この曲でコーヒー進みそう。なんか爽やかでいいよね。普通に。ね。俺全然ありだと思うけど。取りやすいし、モーニングって感じだね。そう、夕方ぐらいモーニングって感じかな。雨の日って感じがするけど、俺はなんか雨が降ってる日の音楽っていうイメージかな。他に何かあるかな。ジャンルで見てみようか。今ランキングのダウンロードラン、うん？何の音？ダウンロードランキング順に聞いたから、なんだろう。ジャンルあんのかな。ナレーションボイス、ナレーションボイスとかもあんだ。ブラック系、ブラックミュージックっぽいの、フリーミュージックであんのかな、うん、どうなんだろう、ちょっと見てみようか。ジャンル作曲者ライセンス、シングル、ジャンル、うん、ジャンル、ジングルだこれは。音楽素材、シングル、ループしてな。固形石鹸っていう曲ある。やっぱみんなダウンロード数稼ぎたいから、普通の感じを作るね。
っと違うか。朝焼け、リトルジングルバー。こういうのが流行ってんのかな今。ロックジングルあった。ジングルだねこれ。音楽がいいんだけどな。ジングル、ダウンロード曲。お気に入りの音楽探そうぜ。爽やかなの多いなぁ。しっとり系か爽やかか、極端だね。これは？聞いたことあんな、これ。悪くないけどね。約束のない日曜日。微妙。っていうか、かかってこないね、コラボ。全然かかってこないね。あんまり、和道には質問ないよって感じだ、今日は。全然質問来ないね。難しいなあ。あ、これいいじゃん。かわいい。あれ？これ水溜りボンドこれじゃなかった？これ水溜りボンドだよね、これ。これ水溜りボンドじゃね？これそうだよね。これ。これ絶対水溜りボンドなんだけど。はい、どうもーってやってるよね、これ。これ多分水溜りボンドの曲だわ。次行きまーす。ヘキトラハウスがわかんない、誰か。あ、これゲームで使われてた。これなんかのゲームに使われてた、これ。結構好きかも。スカっぽいね。スカか。これ結構好きだね、これ。ただ音質があんまり好きじゃない。誰もコラボ上がってこないね、今のところコラボは申請一個も来てない。今日なんかかそってるね、金曜日なのに。金曜日だからか、みんなゴールデンタイムだからみんな見てんのか。何もノーキンルナティック、ギター系だな。全然コラボ受けてますよ。ビネット。こもれび。悪くないな。え、これ良くない？これ好きなんだけど、結構まったり配信やるときとか結構いいような気がするんだよな。悪くないでしょこれ。ちょっと悲しい感じが強いかな。いや、これいいな。
悪くないね。あ、風船プレゼントありがとう。ピアノいいね、やっぱりね。あ、これも入れようかな。リスナー多いとコラボ恥ずかしい。いや、だって34人しかいないじゃん。全然だと思うよ。全然いないと思うよ。久々50人切ってるからね、30分ぐらい放送やってんのに。珍しい。なんだろう。通知が届いてないとか。それか、金曜日だから、すごい人が被ってるから、大手配信者が見に行ってるとかかな。俺、金梅さんが終わったからタイミング、あ、ちょうどいいやと思って枠開いたんだけど、なんでこんなパソってんだろう。はい、お疲れ様。ラオさんいらっしゃい。配信者同士が増えてるから、動画配信者？動画配信者？どういうことだろう。この曲いいな。これもブックマークしよう。この曲好きだわ。何、動画配信者が増えてるから。どういうこと？配信者が増えればリスナーが散らばる。いや、今日ね、そんなに多くないよ。131人だから。さっきでも100人ぐらい集まってたけどね。なんだろうね。あー、まあ、金曜日の夜だから配信者が多いからリスナーが分散してるっていうことか。まあ、それは一理あるかな。それは正しいわ。それは正解だね。なんだよ。じゃあ、今日配信やらないであれかな。飲んだんと普通にプライベートで遊ぼうかな。結構人集まるかなと思ってたから、企画やろうかなとか、何やろうかなって考えてたけど、外配信今日どっか行こうかなとか考えたりとか。ね。そんなに集まり悪いとは思ってなかったね。まあいいか。まったりこれでやるっていうのもね、一つありだと思うから。歯切れが悪いな、これ。まあでもね、そんな中でね、40人も見に来てくれてるからね、この40人はすごい大事なリスナーさんだよね。他の放送に遊びに行かないで見に来てくれたわけだから。てか、コラボをやめようか。コラボの枠を閉じようか。じゃ、一旦枠閉じますね。枠取り直します。皆さん、オッツです。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。